長瀬川。長瀬川は、大阪府を流れる淀川水系の川、普通河川。大和川分水として、疎水百選に選ばれている。大阪府柏原市城市で大和川から分かれ、柏原市内を北流。八尾市に入って、すぐの八尾市二股で玉串川が、右方向に分かれ、長瀬川は向きを、やや北西に変えて、八尾市内を流れる。 JR 西日本山和寺線八尾駅付近からは、流路の屈曲が、やや激しくなる。東大阪市に入ると、多少の屈曲はあるものの、おおむね北流し、国道308号をくぐるあたりから向きを北西に、変え、大阪市に入って、すぐの上東区諏訪で、第二根屋川と合流する。古代から山和川の本流としてその水運は、利用されてきた。当時は長瀬川という名称ではなく、 大和川であった。中世以降は、大和川の支流である平野川と共に大阪と奈良を最短距離で結ぶ水路としての利用も活発で、流域には、八尾、九宝寺、共に八尾市内といった集落が発達した。このため、中世には、大和川は一部地域では九宝寺川とも呼ばれていた。しかし大和川は非常な暴れ川でもあった。 大和川は流域面積のうち保水能力に富んだ産地の占める割合が大きく、降った雨が蓄積されるのだが、梅雨や台風の際には保水能力を超えることもあり、また、奈良盆地から大阪平野、河内平野に注ぎ出す菓原口が狭くろうとの役割を果たし、奇襲産地や奈良盆地で蓄えられた多量の水を吐き出すために、急流となり、 大和川の通常の流れである蛇行しながら北上する、河道を通る際に溢れ出し水害となるのである。また、河川の勾配が大阪平野に入ると緩いために流走土砂が堆積して天井側となり、洪水の被害をさらに甚大なものとしていた。近世、大和川は豊臣秀頼の重心、片桐勝元と門倉四一の開発で亀が、瀬、 大阪府柏原島で県崎船という船での水運が開かれ、それより上流は魚屋名船という県崎船より小型の船で水が開かれて輸送量を増やすことに成功している。近世の山和盆地では水害対策と干ばつ対策を兼ねて多くのため池が作られるようになった。これは干ばつにあった際の農業への打撃を減らそうという上流の百姓と 大雨の際に被害に遭う下流の百姓の利害が一致し、両者の協力により推進された。その結果、現在でも、和と河内の農家の多くは、江戸時代に親戚関係を結んでいた記録が多い。しかし、それでも水害対策としては万全ではなかったため、1657年頃、河内の百姓が大和川の流れを90度転換することを考案して、 江戸幕府に直訴したが、多くの資金のいることであったため幕府も、容易には応じず、約50年にわたって、付け替えの運動が展開された。その運動の中心人物となったのが今、米村、現在の東大阪市の省屋、中神兵衛である。既存の田畑からの年貢収入が守られることに加え、大和川の注いでいた不可の地、深海池の神殿開発も可能となることから、 幕府はその熱意と計画内容が妥当であると判断し、新川の付け替えに動いた。しかし付け替え予定の地域に住む百姓たちの間から、村が分断されたり、田畑が川底になり、生活ができなくなるなどといった理由により、強硬な反対が起こった。そのため幕府は付け替えを行わず、水害対策のために大規模な改修工事を行ったが水害は収まらず。 1703年10月に、幕府は山と川水寺、修士の礼を発して1704年2月に、付け替え工事が待った。3年計画の工事は、作業に協力した近隣の庄屋の指揮のもと、動員された多くの百姓らと、財政的に支援した大阪の多くの商人の働きによって、わずか八が月足らずで完成し、同年10月13日に、付け替え地点の古い堤防を切り崩して、 水の流れる方向を変えた。その結果、山和川は大阪平野を清流して、大阪市と堺市の境で大阪湾に注ぐようになった。それ以前の山和川は、大阪平野を北流し、淀川、旧、淀川に注いでいた。その山和川の旧河道の位置に、現在も流れているのが長瀬川であり、戦前までは川幅は、 河川敷を含め30メートルほどあった、現在の川は5メートルほど。そのため戦前までは流域の農家の多くが天馬の青物市場まで船で作物を出荷しており、記録及び写真として残されている。そのため近年では大和川は付け替えられたのではなく、分流させたのだとする説もある。高度成長期になると、新しい大和川へ多くの水を流すようになり、 かつての大和川の所流は埋め立てられ、長瀬川も農業用水路として、後には工業排水用の水路として、細い流れを残すのみとなった。しかし、その工業排水によって汚染されることになり、八尾市、東大阪市、大阪府、旧建設省、現在の国土交通省が中心となって、水質改善を進めて、今に至っている。ちなみに、 現在の根屋川は徳安から西の今福まで直進し、そこから市議野を通って緩やかに西に曲がりながら大川に注ぐ形になっているが、この直進部分はもともと徳安維持であり、元来の根屋川は徳安から稲田本町まで JR 片町線に沿うように南下して、楠木根川、現第二根屋川に合流し、今度は南側から長瀬川が合流する方出から、 北西方の市議のに至り、現行のルートにつながるという流れであった。しかし、根屋川、楠根川、長瀬川が合流するとどうしても水量が多く、頻繁に洪水を起こしてしまうため、根屋川は楠根川、長瀬川と分離されることとなり、徳安から直進する、徳安維持を拡張して、これを新たな根屋川とし、元々の徳安から稲田、本町までのルートは埋め立ててしまった。 それによって切り離された楠川と長瀬川であるが、従来通りに放出で合流して、シギ野に向かっていき、そこで寝屋川と合流していた。しかし、1969年、昭和44年に、楠スノ川が第二寝屋川に生まれ変わった際、放出からシギ野のルートは埋め立てられ、新たに放出から西に直進して、大阪城の東で平野川に合流するルートに変更され、 そこから、大阪城の北で、寝屋川と合流する流れとなっている。次第に埋め立てられていた、旧華道には新田が開発されたが、元々が川底であることから砂地であり、稲作には不向きであった。このため砂地での栽培に適した桃の栽培、木綿の栽培や綿業が、盛んになり、河内木綿と呼ばれるまでになった。また、綿業の副産物として、メンタネ油の生産も、 坂になり、現在も、長瀬川沿いには、油脂関連の企業が立地している。なお、旧華道の神殿は既存の村々には編入されたが、明治一新以後には新たに移住するものがあり、新たな村が設置された。このため現在に至るまで長瀬川沿いには、周囲とは異なる地名が付けられる場所が多い。また、現在の長瀬川沿いの地名の多くには、旧来は名称の後ろに、 神殿がついていたものが多い。例、江戸時代、吉松神殿現在、吉松。加えて、新田開発した商人の名に由来する菱屋西のような名称もある。菱屋は、江戸時代に栄えた、大阪の商人。西というのは菱屋が開発した神殿で、菱屋川などに、開発した、菱屋中に田や菱屋東神殿があたため。明治以降は、外国製の安価な木綿に押されて、 木綿栽培は衰退したが、天井側であったために、周囲の土地よりも高く、水はけが良い点を生かし、旧稼働には、鉄道が付設された、山和地線や尾駅柏し駅、近鉄大阪線、長瀬駅、旧法寺口駅。さらに同じ理由から、宅地開発や、学校の建設も行われた。1928年には、東大阪市の近鉄大阪線、長瀬駅北側に、 帝国キネマ、長瀬撮影所が開設され、東洋のハリウッドと称されるも、1930年9月30日に火災で全焼した。現在も旧山和川が天井川であったことから、長瀬川流域の東西は川の周囲より地面が低くなっており、旧家の多くは谷地に盛り土をして水害に備えた痕跡が見られる。 水質調査では評価の低い山和川の下流域ではあるものの流域の各所において水生植物の植栽や管理式の抜擢施設が設けられており東大阪市内まで下ってくると川底が見える程度には浄化されいる流域における綿の栽培の歴史から油脂関連企業や学校が多く立地しているまた蒸気以外にも遊歩道や 浸水設備が設けられている箇所も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。